皆さん、今日は体重移動の話ですよ。いやいや、剣道がわからん、難しい。もう剣道やめて今日からアイドルになる。オッケー、じゃあね。ね、止めないの？歌っちゃうよ。デビューしちゃうよ。はぁ、すっきりした。ね、何今の？すっきりしたって何？百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の宇賀でーす。やってますか？もう今日は腰から打つ体重移動の話をしたいと思います。体重移動ようわからんと、特にね、左足が残っちゃう人、それとか左足が蹴れてないとか、右足が高く上がっちゃうとか、瞬時に打てないとかいう人、今日またこれ10分ぐらいの動画になると思うんだけど、見終わった頃にはあれ、俺なんか体重移動できてるかもっていうところまでできるだけわかりやすく説明します。いろいろね、生意気言ってすみません。今日これからお話しする内容も、ある講習会で八段の先生に教えてもらったやり方になります。それはですね、まあ、5段6段の先生方向け、年で言うと大体30半ばから50半ばぐらいの先生が、6段7段ね、受けると商談審査対策の講習会だったんですけども、今日これからお話しする内容を、一発でできた先生っていうのは多分ね、20人ぐらいいたんだけど、5人いなかったと思います。大人の人でもそんなもんでした。ちなみに僕もできませんでした。ただこの動きを教えてもらってから、僕は、まあ、今日計算したら700日ぐらい、毎朝6時半から50回この動きやってます。なので今はできるようになりましたと。で、まあ、ちょっと話戻すと、その先生っていうのは地元のね、まあ、全国大会行くような中学生の強豪校を指導されてるんですけども、こう今日お話するこういった内容や足さばきだけでね、1時間ぐらい時間取ってしっかりされてるそうです。で、実際そこの中学の生徒さんたちがね、この動きを練習してるのを見てですね、あ、指導力ある先生ってこういう先生を言うんだなっていうのをね、ちょっとね思いました。じゃあ早速ね、腰から打てるようになるためにどういう練習したらいいかというと、今日使うのはいつもみんながやってる正面素振りです。正面素振り、振りかぶるときに右足出して、振り下ろすときに左足を引きつける、あの正面素振りです。これを右足ちょこっとだけ変えさせてください。どこが変わるかというと、右足いつも一歩、左足一歩だと思うんですけど、右足だけ二歩にします。やり方のコツとしては、右足を一歩目出すときには手はまだ振りかぶらないでください。そのまま、そして右足を二歩目出すときに振りかぶって、左足を引きつけるときに振り下ろす。これ、ここはもういつもの正面素振りと同じです。右足を二歩にするだけなんです。ちょっと見てください。右足二歩の正面素振りを行います。構えたところから右足一歩出すときに手が一緒に上がらないようにします。手はそのまま右足一歩だけ出します。じゃあいきますね。右足一歩目、そして二歩目で面を打ちます。面、ここを一拍子で打ちます。上げて下ろして上で止まらないようにね。もう一回いきますね。構えたところから右足一歩目、二歩目、構えたところから右足一歩目、2歩目。はい、今あなたの考えていることは分かります。宇賀店長、いくらなんでもそれは簡単すぎるよと思ってないですか？分かります、気持ち分かります。じゃあね、今すぐ、ま、スマホを置いて立ち上がってこの動きやってみてください。右足2歩の正面素振り、めちゃくちゃ難しいから。特に体重バランスがね、右足にね全部乗っかってて、左足のひかがみ曲がってる人、かかとが上がってる人、この右足2歩の正面素振りまずできないです。ステップ1のまとめとしては、右足2歩の正面素振りができるかどうかチェックしてみよう。1歩目の時には手は上げないよ。これがコツだからね。じゃあここからがね、ステップ2、今日の腰から打つっていう動きの本題になります。さっきのステップ1、右足2歩の正面素振りができた人だけ聞いてください。右足2歩ができてない人はこの動き、ステップ2絶対できないです。事実、僕が講習会でできなかったのもこのステップ2なんです。早速ステップ2のやり方なんですけども、これやり方説明するのは超簡単なんですけども、実際やるのは超難しいです。どうやってやるかというと、さっきのステップ1で右足2歩でやってたじゃないですか。1、2で右足出してましたよね。その1歩目と2歩目、1、2を右足をつなげる、ただこれだけなんです。
他は全部同じです。右足1歩目のタイミングで手を動かさないっていうのも同じだし、2歩目で振りかぶって左足の引き付けと一緒に振り下ろすっていうのもこれも全く同じです。いきます。右足1歩目、2歩目、1歩目、2歩目、1歩目、2歩目。どうですか、ステップ2うまくできましたか。コツは、ポイントは右足じゃなくて左足、床を押す方にあるって気がついてもらえると嬉しいです。このね、ステップ2ができた人、自分の素振りちょっともう一回見てください。前よりも体重移動がうまくできてるはずなんです。ステップ2ができた人は足から動かす体重移動ができた正面素振りになります。ここから足から1、足から2、足から3、足から4。じゃあここでね、一つ悪い例、これうまくできてないよっていう例をお話しますね。僕が講習会でハマったのもこの悪いパターンです。悪い例は1、2、パン1、2、ドン。市内の振り下ろしと左足の引き付けが遅れてやってきてます。スローで見ると悪い部分がよくわかります。右足1歩目、これうまくいってるんですよ。そして右足2歩目出すときに本当は振り下ろしたいのに、ほら、上で振りかぶったところで止まってます。そして後から振り下ろしと引き付けが遅れてやってきます。1、2、パン1、2、ドン。2歩目出したときに1回竹刀が上で止まって後から引き付けます。これではよくないです。いい例は1、2、1、2、1、2。良い例は竹刀の振りかぶりと振り下ろしが一拍子で左足の引き付けも合ってます。1、2、1、2、1、2、パン1、2、ドン1、2、パン1、2、ドン。思ってるよりも左足を踏ん張らないといけないことに気がついたんです。この左足の踏ん張り、これこそが今日のテーマである腰から打つとか体重移動の正体だったんです。ステップ2のまとめですね。ステップ2は、ステップ1でやった右足2歩をつなげてみよう。ただこれだけでしたね。だけど左足の踏ん張りがないとうまくできないよってことでした。いや、ぜひね、この動き練習してほしいんですけども、まあ、剣道変わりますからね、体重移動めっちゃ変わりますからね。なんで、その講習会でね、一緒に教えてもらったことなんですけども、左足が残ったり跳ね足になったり右足が上がっちゃう人っていうのは、結局正しいすり足ができてないことが原因だっていうふうにその先生言われてました。だからこの動き、まずはもう何も持たないで足だけ右2回できるようになったら続けてとかね、足だけで最初やってもらったらいいというふうに言ってました。竹刀をね、持ってるとどうしてもそっちに気がいってしまって足がお留守になるので、まずは何も持たない、もしくは軽いものを持って練習するとうまくなると思います。そうですね、あとはステップ1をしっかりできるように、右足2歩1、2ね、そして最後竹刀の振り上げ振り下ろしは1拍子、最後の振り下ろしと左足を合わせる、これをステップ1でしっかりやってからステップ2に入ると比較的スムーズに進むと思います。まあ、何度か言いましたけども、確実にこの体重移動ができるようになると剣道変わります。そしてそれはこの足さばきだけの問題じゃなくて、姿勢、立ち姿、左足の踏み切り、体重バランス、これ全部つながってるから、まとめていっぺんに良くなります。いかがでしたか。今日は体重移動ができるようになる、腰から打てるようになるための右足2歩の一拍子の正面素振りのお話でした。今日もご覧いただいてありがとうございました。僕のチャンネルではこのように小さい階段をステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。でっかい無料カタログは動画の概要欄からどうぞ。宇賀店長、インスタもやってるよ。